はい。えっと、それではですね、次に関数についてね、簡単に紹介をしていきたいと思います。あの、今日関数をやると言いましたので、関数何なのか、ちょっと疑問に思っている方も多いと思いますので、説明をします。えっと、これ、セットアップとかドローとかが、まあ、関数の例なんですけれども、まあ、あの、よく使う機能があります。ね。まあ、例えばさ、あの、最初のセットアップ、えー、いちいちプログラミングするの大変ですから、もう、あの、プログラムを作った人が作ったんですね。 え、絵を描く機能を毎回作るの大変ですから、プログラムの開発者が作ったんですね。そんな感じでよく使う機能は、もうあらかじめ、えっと、まあ、作っとくんですよ。ね。それで関数として使うということになります。今のところこのセットアップとドローだけやってますけれども、まあ、他にもたくさん関数はあります。 で、それで次に、この Void というのも気になった方多いかと思いますけども、まあ Void 辞書で行くと空のとかいう感じで、えー、書いてあります。で、あの、これ実は関数にもですね、まあ Int、えー、関数とかね、えー、そういうのもあるんですね。えー、それはあの、まあ例えばこの IntX みたいに関数が、あのー、整数、えー、変数のように整数を返すという感じの時なんですけども、今そういうデータとかあの関係ないので、そういう場合には、 えー、ボイドというものを使うということになります。まあ、ここには整数型など型がない場合に用いるとですね。まあ,あの、というわけでは、とりあえず普通の場合、普通の場合というかですね、まあ,あの、しばらくはこのボイドというのを使うというふうに覚えておいていただければと思います。あの、イントとか使う場合にはまたその時にね、やるかと思います。はい、以上がですね、その関数ですね。えっと、まあ、ここに仕組まれた関数の話と、えー、いうことなんですけれども、あのー、 次にですね、ちょっと重要なことがまた書かれています、えー。関数内で定義された変数は、その関数の中でしか使えないと。えー、一方で、冒頭で宣言した変数は全プログラム内で使えるというふうに書いてあります。これで、ね、大変重要なことですので、あのー、ぜひですね、えー、ちょっと理解していきましょう、えー。これ何を言ってるかということなんですけれども、冒頭で宣言した変数、これですね、この intx。 実は、この冒頭で数を宣言すると、全プログラム内で、つまり、このセットアップの中でも、ドローの中でも、共通して使えます。具体的には、このセットアップで100としたので、最初ドローには100がいきます。ね。そして110か。そして今度また120、130、140となるんですけども、とにかく、共通して X の値が使えます。ところがですね、このインと X を、今仮にですね、 この Void Setup の中にやりましょうか。そうするとダメなんですね。で、そうすると、あ、そうですね。ローカル変数 X の値は使われてません。そうですね。そして、えー、と変数 X は存在しませんとなりますけども、今、これをですね、ここにあったものを、ね、ここに置いた途端、エラーが出ました。どうしてかっていうと、実は、このセットアップの中で、関数内で変数を定義すると、 こっちにはいかないんですよ。ね。だから、ドローの中で、X って何ですか定義されてないじゃないですかという起こに、ね、言うわけですね。えー、それで、まあ、エラーが出てるわけですよね。変数はそんなもん存在しない,といし。いや、存在していや、ドローの中では存在してないじゃないか。ということになって、それでエラーが出ます。というわけで、あのー、関数の中で変数を宣言する場合には、その中でしか使えない。えー、他の関数でも使いたいときには、冒頭に書いてやると、 まあ全体で使えると、まあ、そういうことになります、まあ、そういうい仕様ですので、まあ、ちょっとね、えー、この辺最初は分かりづらいかもしれませんけども、まあ、ぜひ今のね、事例で、えっ、ー、と、まあ、覚えあの、理解してください。はい、えっ、ー、と、それじゃあですね、今度は次に、自分で関数を作るということをですね、やってみたいと思います。関数は自分でも作れるんですね。 で、えっと、それでどういう関数を作るかということなんですが、まあ、ちょっとセットアップやドローのようなものを作るのは難しいんですね。で、あの、実はこのエリプス、これも関数です。あの、大円を描く関数なんですね。大円を描く関数になっています。だからちょっとこれを利用して、すでにあるその関数を利用して、円を描く関数を作ってみたいと思います。で、その前にちょっとこれ1に戻しとこうか、ね。はい、じゃあちょっと円を作る関数を自作してみます。 で、そのためにですね、ちょっとこの下にエリプスをちょっと真似してですね。こうにしましょうかね。で、えっと、円ですから、円の x 座標、中心の x 座標、y 座標、今それを x250 としましょうか。で、大きさをこれと同じ50にしましょうか。で、これでですね、えっと、ま、円を描く関数を作ってみたいと思います。だから、楕円を改、あの、修正して円を描く。 関数で、えー、自分で作る方法はまあ例えばここにえー、っとセットアップやドローと同じようにこういう,うに書きますねこうかでここでボイドの内容あサークルなボイドサークルの内容を書いていくんですけれどもえー、っと何を書くかというと結局こうすればいいのかなエリプスえー、っと x, y, r, 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 これか。まあ、こうすれば、まあ、OK とね、えー、いうことになります。えー、ただし、この x, y, r, r って何とこれ、こっから読み込みたいわけですよね。こんな感じで読み込みたいんですね。で、それどういうふうにするかというと、ここにこういうふうにします。ここで、int, x, int, y, int, と、r と。ね。あ、これでエラ、エラー消えましたね。はい。こうすると、まあ、えっ、ー、と、x、y、えっ、ー、と、まあ、r の値を読み込んで、まあ、楕円か。楕円から円を作る関数ができたと、えー、いうことになります。で、これで動いてるはずなんですね。ちょっとやってみましょうかね。これ消しちゃってみますね。で、これで本当に、えっ、ー、と、円ができるか。 サークルという関数で、自分で作ったサークルという関数で円ができるか確かめています。あ、できました。ね。はい。このようにしてですね、あの、自分で、えー、関数を作ることができます。ね。で、これはこれから皆さんがいろいろプログラミングする上で、たくさん使います。ね。というわけで、ぜひ、あの、これを、まあ、あの、体験してみてください。 ちょっとこちらの方にはですね変数をちょっと xxyy とかにしてありますねまあそれでもいいんですが、ね、はいとりあえずまあこんな感じで、えっと、まあ自分でプログラムを作ることができますでこういうふうに一旦プログラムを作って何回も使い回しすることができますこれ使い回ししてますね えーとまあこれをコピーペーストして、それで、ちょっと Y 座標を150、250、350でするのか。そうすると、縦方向に3つのえっとまあ丸がですね右に動いていくというプログラムになるはずです。こうですね。こんな感じになります。 はい。というわけで、えー、これ簡単な例でしたけども、えっ、ー、と、関数といったものを、まあ、自分で作ることもできる。で、これは、この後、まあ、大規模なプログラミングをする上で大変重要ですので、まあ、ぜひ、あの、簡単なうちにですね、えー、自分で試してみて、えっ、ー、と、まあ、えー、身につけていってください。